ここですよ。ピッピャ、ちょ、そらさん。カラー。すごい。カラーっていく。うまい。この番組は。さあ、行こうか。撮ってる？撮ってるよ。行きますか。行きますか。ここボーン？もう完全ボーン。あ、じゃあもう。あれボーカリストですか？ボーカリじゃないんです。あ、そうなんですよ。この男は誰だということで、はい、マテンローベラの響くんに遊びに来てもらってます。一応ね、ボーカルチャンネルなんで。ボーカルチャンネルなんで。高い声出ますよ、と。ボーカルモードでいこうかな。そんなことあるんだ。はい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、実はですね、久々なんだよ。ね、何年ぶりですか？タイ料理屋でね、飯食ってさ、そうだ。顔漫画。顔漫画食ってな。渋谷で撮ったな、あれな。はいはいはい。そうだ。じゃあ、それだから、4年ぶりくらい？ 4 年経ってんの？経ってんの？シャバ像でしたね。シャバ像だったね。シャバかったね。シャバか。激シャバだね、あれ。激シャバ案件だったけど。激シャバだった。今はちょっとね、シャバぐらいに。そうだね。シャバぐらいに。激じゃない。激ではなくなってきたんで、ちょっと久々にちょっとひびくんの時は動画撮っていきたいなと思ってて。ましょう。まあ、ある種、はい、本人リアクション動画ということで。リアクション、ね、はい、やっていきたいと思っております。見てます。あ、ありがとうございます。そう、マテンローペラっていうバンドの公式チャンネルがあって、ライブ映像もいくつか上がってるじゃないですか。そうね。そう。なのでちょっと今日、それをドラマのひびくんと一緒に、見て、ワーキャー行っていきたいと。いや、行きましょう。思いますので、思いますのでね、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございますね。じゃあ、見ていきましょう。さあ、じゃあ、そしたら、見ていくんですけど、はかなく消える愛のさんか。お名曲。これはね、マジ名曲なんだよ。名曲。マジで名曲で、これ出たじゃん、2021年。21年だね。に出て、はい、頭。に出たじゃん。良すぎて、響きに LINE 普通に送る。そうね。来た響きこれめっちゃいい曲やなっつって、そうだ、ただそれだけ送るっていう、そうなんだよっつってそうそう、これぞマテンド、うん、いろいろまあバンドっていろいろ変わっていくじゃないですか。で、中でこれがなんか今の形を、そう、今の形を作った1曲目かもねっていう感じの大変壮大な、そう、ジャンルとしてはどういった曲なんですかこれ。まあメロスピとかパワーメタルとか、うん、そっちより、うん、まあでもいい、ね、やっぱあくまでビジュアル系だから、 そこにこう、うん、うまく混ざってる感じというか、綺麗なんだよな。そうそうそう、すごい綺麗、綺麗なんだよな、うん、メタルすぎないというか、メタルなんだけど、うん、美しさがかなりモードだよ、モードモードモード系、幼児山本だよマジ。その3もハイトーンボーカリストとしてめちゃくちゃ有名ですから。そうね。この美しい声に酔いしれていきたいと思います。いいはい。これちなみに、1年ぶ、うん、ちょっとぶりぐらいの有観客なんだよね、これね。初めて。金欲に金欲を重ねた後のライブです。1曲目。やばい！だからやばい。熱量やばいです。聞いていくしかない、これは。朝日がぶちった。あ、もう。ファイヤー！かっこいい！めちゃくちゃかっこいい！これ緊張してるから。いいね、いいよ、いい、いい、いい、ちょっと僕らちょっと今うるさかったです、ごめんなさい、すいません。いや、これね、かっこいいのよ。イントロがめちゃくちゃかっこいい。いや、イントロがね、めちゃくちゃ、ちょっとこれ静かにしてますか。一回ね、これね、いいよ。ここ好き。いや、最高だよ。好き。あー、最高、最高。あ、おお、美しい。いいフィルインだね。あ、いいフィルインだね。スケジュールやばいよ。やっぱあの、やばいんだ。いっぱいあるシンバドをね。いっぱいあるシンバドをたくさん使ったフィル。そうだよね。そしてこのソノさんのね、歌から入りますけれどもね。はいはい。いや優しいね。優しい。優しいエメロ。いや、ここはいいね。ここたまんないね。ここいいね。B メロのね。で、ここなんですけど、けど、はいはいはい、早速ちょっとそのさんのボーカルの特徴がちょっとあるので、はい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 、ちょっとあの、恐縮ですけど、はい、あのね、うがすごい特徴的なんですよ。はいはいはい、うの、うの、うい。普通に行くとこうなんですよ。遠くなんですけど、くね。くなんだけど、はい、そのさんは、遠くこっちなの。すごいね。こっちなんですよ。さすが。なんかこう、あんまり広げて歌ってないのよ。遠くじゃなくて、
トワーキー、あ、こう言ってる。すごいすごいすごい。もっとこう特徴を捉えてる。鋭利に言ってる感じ。はいはいはい、で、こうやっぱこの、そのさんといえば、この高速ビブラートね。はいはいはい。トワーキークのそのさんの歌をね、こうずっと聴いてるじゃん、うん、ビブラートがちょっと顔芸できるようになってきた。そ育っとるよ。そのさんにも言ったんだけど。育っとるよ。聴いてるとね、できるようになってきた。まあそうだよね。でもほんとそうですよ。これあのビブラート綺麗にかけたい方は、ぜひそのさんを参考にする。めちゃめちゃうまいから、ね。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。ここちょっと特徴を組むなんで、ちょっと目指してもらいましたけど、はい。じゃあちょっとその、うも含めてみましょうか。次ね。ね。はいはい、これね。いいね、この、あ、おここも、ここでちょっとグッときましたね。あ、メダルポイント。ポイント、メダルポイント1。メダルポイント。テロップ出さないで。メダルポイント1です。いいね。ここ最高。グインと上げましたね。上がったね。ここ気持ちいいっすね。気持ちいいところ。テンポ感がいいっすね。そうだね、ハーフビートになってね。なるほど、半分になってね。途絶えそうな頼りのない。か。そう。で、わずかない、わずかない。すごい。お、すごい。ここね、ここ気持ちいい。ここね、わずかなのとこね。そう。ちょっともう一回聞こうか、ここ。これ。このなも特徴的だよな。確かに確かに。さっきのとまたなんか違うんでしょ、うん、違う。でも、そのさんっぽさ、でもそのさんっぽさ、このニュース結構やっぱ入れてらっしゃる、はいはいはい、イメージあるのと、そのさんって結構ね、高音域に行くときに、はいはい、あえてしゃくってんだよね。パンって行かないことも結構多いイメージ。こう行くってこと？カーラーあすごい。カーラーって行く。うまい。ぐらいのこの距離感で、はいはいはい、カーラーじゃなくて、カーラーあ、いや、わかる。コツとは多い、ね。ってことは多いかもしれない。うん、ちょっとこう、半円がきながら。が聞いて思った、そういう。そうだよね。こう、逆滑り台みたいな感じで、行くことは多いかな。ここ高いな。高く聞こえないんだよ。これ B4 っていうすごい高いところなんですけど、はい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 、発声が綺麗だからさ、ちょっとセンスですけど。発声がやっぱめちゃくちゃさ、なるほど、めちゃくちゃすごい方なんで、全然楽そうなんですよ。もっと多分高いの全然あるか、ね、全然あるんで、これはお楽しみだよね。そうだね。だってもっと高いもんな。もっと高いのはすごい高い、ね、な、うん、バニソとかやばいじゃん。そうだね、うん、美しいね。めちゃくちゃいい。ゆったりだね。確かに。あ、エロいな。確かに。そのさ、確かに。エロいです。ここやばい。エロいですね。ここ聞かせるパートですね。ここいいっすね。ここドラムも入ってないから。なんもないよ。いつも聞いてるね。そして。これね、いいね。なんもないとこからこのツタツタツタ。これツーバス？ツーバスだね。いいよ、この。いいね。なんもなかったのに、音符がもう一気にね、増える。一気にもう詰まってる。気持ちいいんだよ、この曲。ここで初めてツーバスになってくるからね。あ、そう。ここにして。じゃあ、1年と、この1分ぶりの、あ、そうだね。有観客そうそうだツーバス。そうだね。有観客ツーバス。でも確かにそう。ここだね。で、これ一番詰まってるよ。一番詰まってる。いや、すごいですよ、これが初披露。ね。ここですよ。いや、ちょ、そのさん、そのさんのビブラートやばい今の。ちょ、もう一回聞きたい。やば。え、今100秒ぐらいビブラートしてたよ。スーバス踏んでて分かんなかった。やばいよ、ここ。見よう。次。ビブラ。長い。長いね。めちゃくちゃ長い、ここ。もう、踏んでて気づいてなかった。そう、もう、ツーバスと一緒、ユニゾンしてる。ユニゾン。あ、ツーバスと。ダーって。すごっ。いや、すげえ。こんなとこ入ってたのか。長っ。これちょっと聞こう。しかも、もう、鬼の均一さね。いや、そうね。ほんとにすごいんですよ。それはそう。ビブラートといえばと言っても過言じゃないね。確かに確かに。って思ってます。まあ、昔からそうだと思うんですけど。うん、もう19ぐらいの頃から聴いてるんですけど、って思ってます、ずっと。いや、いいね。すごいわ、このロングトンビブラート。ロングトンビブラート。エグすぎる。エグい。いいなぁ。平賀さん。平賀さん。当時、平賀さん。今もサポート時代。平賀さん呼びしてしまっている。なんならね。なんなら。そして、2番。2番ね。
また優しくちょっと言って、ここはちょっと流すように歌っていくところだね。これね、やっぱポイントっすわ。目あのね、そう。あのね、やっぱちょっと入りで、ちょっと裏返して、裏返す。ちょっと入るとこあって、はい、この辺かな。求め続けみたいな。はい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 。感じで。求めトンの出し方。トンの出し方とか、つつーみたいな。あー、なるほどなるほど。求め続けみたいな。ちょっと一瞬裏返して、裏返すんだ。一瞬裏返したのをすぐキャッチしてすぐ自分に戻してるって。あ、じゃあもう裏返ってるって分かんないぐらい一瞬裏返ってる。マジ一瞬裏返ってるよ、ここ。ちょっともう一回行こう。何それ。いや、ここすごいよ。あー。なるほど。はい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 。えぐい。難しい。むずい。感情が。ここちょっとストレートにいかない。そうね、さあね。そう、そう思った今。ね。さすが。さっきと違う。さすがや。で、今の曲もやばいね。あー、シャンシャン。今が響き活躍パートだ、ね。今のね、やばいっすね。やばい。手回しに全部頭シンバル入れる。え、そう。タガトコ、タガトコ、タガトコに。こうだ。全部1音目が、あの、シンバルなんだ。そう、エフェクトシンバルが。ここにあるやつ、タガトコ、タガトコ、タガトコ、チャン。めちゃめちゃむずいそれ。なるほどね。まあそうだよね。そう。カチってなりそうだもん。勝ちそうなる。レックでめちゃなった。そう。各社の活躍が素晴らしい。活躍がね。素晴らしい。からのギターソロですよ。俺ね、こういうね、はいはい、こういうパターン好きなんですよ。あ、メロね。メロがそのままっていう。あ、わかるわかるわかる。何もやってない。これ好きな人多いと思うよ。いや、そうだよな。絶対多い。そのままなぞってるのが結果一番いいみたいな。いや、それわかるわかる。まあ全部やったらダメなんだけど、気持ちいいっすよね、これ。そうね。エモくない。いや、いい。ここいい。これいい。で、ラッサビ。ラッサビ。見てろよと。ラッサビね。ラッサビ。最高かわいい。かやばい。かやばかった。かやばかった。かやばかった。かなくのかやばい。かね。ちょっとよく聞くわ。次ね。聞きます。あもやばい。あの、か、なんかかのアタックとさ、あの響きやばいな。いやー、いいね。いいよ。ちょっとこれ、最高。これちょっとコピーしたい。はからくかで、愛の参加みたいな。めちゃめちゃ今のうまいね。今の響きでしょ。うん、聞き覚えあるもんでしょ。これね、後頭部にすげえ当ててんのよ。後頭部にここに響かしてんのよ。むずい。ここに愛の参加、ここに響かしてんのよ。かはもうちょっと前なんだよ。特徴がね、めちゃめちゃ捉え、本物をずっと聞いてるわけじゃん。ありがとう。なんか、嬉しい。嬉しい。まあ、僕も昔から聞いてますから。あ、そうね。いや、それはありがとうございます。いやー、すごい。素晴らしいですね。普通になんかファン目線で見ちゃうな、これ。この、さ、この最後のサビマジ熱いよね。いや、いいね。そうなのよ。それこそ儚いよな。これ確か1回しか出てきてない。そうなんですよ。そうね。このサビ1回で、ね。それにすごい俺感動して響きにラインしちゃったんだよ。これいいよね。いいよね。で、切り出して後頭部にね。そう、ちょっと突っ込みにくるくる。あー、ここでしょ。やばっ。あ、やばい、この人もやばい。もう二人ともやばい。すごかったね。今、その後から、ツーバスが始まるんだけど、うん、その前の、その、ヒートラーの、そこが一番、来るぞみたいな。いつもぶち上がりポイント。あ、いいね。今のその3のその、いいね、ハイトーンで上がるとこだね。ここ上がるね。そう。ここはちょっともう一回聞きたいな。その3のボーカルテクニックやばかったね、ここなんか。突っ込んでるね。ここ、あ、ここそうでしょ、人もそうでしょ。やばっ、してうまっうまいんだよ。ここ好きなね。やっぱよう聞いとるだけあるね。うまいね。ここ好きなの。あなたうまいね。今度交代してやろうか。ね。
ボーカルやってよ。ドラムドラムドラムやるから。多分レベル的に一緒だよ、そのなんか。二人でやろう。そうそうそう。いや、すごかった。ヒートワー！ここね。ここたまんないね。やばたまんない。うわぁ、この辺本当にビブラート参考になるんで、皆さん。そうなんだ。皆さん参考になると思うので。やっぱ聞くだけで上手くないじゃん、さっき言ったの。そう、僕は別に練習したわけじゃないんだけど、うん、なんかやっぱ2年、3年ってね、ずっと一緒にライブしてるわけじゃん。そうか、そうか。なんかね、聞くだけでちょっとね、やっぱ、すごい。コツつかんで。人間ってすごいね。人間すごい。すごい。で、進みます。いいね。きれい！今のところね。うわぁ！今のやばいね。やばー、伸びまーす！ね、伸びやかだね。そう。今のファルセット？うん。で、行くとこ、うん、ファルザね、そうだね、そこたまんない、ここ履かないっすね。そう、ここ履かなく消えそうだもん。そう、履かなく消えそう。マジマジマジ、ここすごい、ここいいな。初ファルぐらいだもんな。そうだね、がっつりこの曲においてはね。ああ、すごい。そうでね、これちょっとポイントがあった。今また聞いてみたら、これファルセットに入るじゃないですか。届かない、ちょっとね、さっきの逆、さっきの裏返し地声あるじゃん。はいはいはい。あれの逆、ちょっと地裏にしてるんだよね、ここ。届かない、ああ、わかった。届かない、に近いのよ。近い。わかる。にすることによって、ここのエラーをちょっと防いでるね。なるほど。要はここで、急にファルセットにしちゃうと、ちょっとエラーが起きる場合がある。はい、はい。その、ちょっと危なかったりする。ちょっとリスク。そうなんだ。うん。あのドラムで言ったら、ちょっとスティック飛びそうになるみたいな。なるほどなるほど。感じになるから、で、ちょっとね、はいはい、エラーを、のリスクを減らしてるね、ここは。はいはい。うん。これちょっとテクニックですね、これね。今のもう無事上がりポイント、やばい。今響きめっちゃ上に抜けてんな、すごっ。うわっ、ここでもう最高音ですね。 あ、これが B4 ですね。やば、ここを昇天してますね、いつもね。ここするだろうね、聞いてたらね。そこね、うわ、もう落ちた。ここで落ち着くんだよね。確かに確かに。うわうわうわ。で、まだ。うわーい。最後は落ち着いてね。最後はちょっとこう深めに。そうね、そう、確かに確かに。そう、これやばいっすね、素晴らしい。最後怒涛だった、ね、いや最後のなんか溜めて溜めて溜めて最後の1分で、そうね、全部もうガッとね。この日ね、うん、参加をあの、うん、アンコールでも実はやってる。ああいいっすね。そっちのがあの多分そうか慣れてきてる。そうだよね。そう、感覚的には無事かませたんだけど、これと最初の3曲ぐらいちょっと緊張しますからね。そう、どこ行ってもね。大体、大体大きい会場でやってる時って、ね。そう。あの、遊び行かしてもらうじゃないですか、たまに。そうね。見に行かしてもらうじゃないですか。大体3曲、なんか、緊張しちゃうな。ポテンシャルワードに。硬い。そう。あとでそれ裏で話すじゃん。緊張してた、私の3曲みたいな。そうだ、今度さ、うん、しかも5月4日にね、うん、ありますね。やってる時に、あの、声出し解禁なの。出たよ。似たようなことが起きそう。これはぜひ皆さん見に行くしかない。気がする、そう。ということで、いや、素晴らしいライブ映像でした。いや、ありがとうございます。いや、あの、ドラムのことも解説してもらって、あと、そのさんの近くにいる方に、あの、僕のちょっと分析とか。いや、でもすごいなって思った。僭越ですけど。詳しいことは分かんないけど。いやいやいや。やっぱその特徴をパッと出せる。うん、あ、まあちょっとね、パッと聞いた時に。さすがだなって思ったわ。トレーナーやしてもらってるんで。そう。これを、じゃあ、そのさんに見せて、うん、あ、合ってるかどうかちょっと聞いてくる。怖すぎ。このリアクションのリアクションを、そのさんが取るっていうこと。本当に申し訳ございません。ということで、今日は、マテロペラのドラム、響くん、はい、お迎えして届いてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、ね、チャンネル登録も忘れない方、ご機会によろしくお願いします。響くんのチャンネルでもコラボしてるんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。あー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 あ